マテウシュヤクプ・モラビエツキは、ポーランドの政治家、経済学者、現首相、ベアタシド内閣で副首相や開発省、財務省を歴任した。物理学者で、独立自主管理労働組合、連帯の指導者でもあった、コルネル・モラビエツキと妻やドビガの子として、ブローツワフに生まれる。若くして、反共産主義運動に身を投じ、非合法な政治出版物の印刷などに従事した。 12歳だった1980年8月には、ブローツワフ市内各所に、シタシロンスク地方の壁新聞を掲示して回った。壁新聞では、いわゆる、グダニスクの要求が列挙された上で、ポーランドのバルト海沿岸各地でのゼネストが呼びかけられていた。1981年の戒厳令発令後も、連帯の機関紙の印刷、ハンプといった地下活動を行った。 内務省保安部には幾度も逮捕され過酷な尋問を受けたが1980年代末まで政治活動を続けた。1988年から1989年にはブローツワフ大学を選挙してのストライキに参加した。政治思想結社、自由と連帯を共同で旗上げし、下シシロンスク時報の編集にも携わった。社会主義大政崩壊後は ブローツワフ大学やブローツワフ工科大学、ブローツワフ経済大学、ハンブルク大学、バーゼル大学で学んだ。ブローツワフ工科大在学中は、セントラルコネチカット州立大学に留学したほか、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院の上級エグゼクティブプログラムを修了した。1991年、出版会社2社を共同で設立。また、 トゥバドニという雑誌を共同で創刊し、編集長に就任した。1995年には、ドイツ連邦銀行のインターンシップに参加し、信用分析や財政再建、銀行監督、金融市場監督などを学んだ。1996年から1997年には、フランクフルト大学で銀行やマクロ経済の研究に従事。 1998年には、欧州統合委員会、加盟交渉局副局長として、ポーランドの欧州連合加盟交渉に金融などの様々な分野で関与した。また、ポーランド初の EU 法の専門書を共同で編集した。1996年から2004年まで、ブローツワフ経済大で講師を務めた。1996年から1998年には、 ブローツワフ岡大でも教えていた。多くの高等教育機関の運営委員会になお、連ねたほか、複数の企業で取締役を務めた。1998年から2002年まで、ドルノイシロンスク県議会議員でもあった。1998年11月、サンタンデール銀行参加の西、WBK 銀行監査委員会副委員長に就任し、経済分析局や、 国際貿易部の監督を受け負った。その後、2001年に専務、2007年には頭取りとなり、2015年まで在職した。2015年11月16日には、ベアタシル内閣の下で副首相権開発省に就任した。政治的には当初無所属だったが、2016年に法と正義に入党した。2016年9月28日、 モラビエツキは主流内閣の財務省に任命された。これによって予算や国家財政、EU 関連の資金及び経済政策全般を司る閣内でも相当強い権限を持つ閣僚となった。これに先立ってモラビエツキはモラビエツキプランと呼ばれる野心的な開発計画を発表した。これは経済成長を促すことで国家歳入の増加を図るもので、 二人以上の子供がいる家族を対象としたファミリー500という子供手当などが含まれていた。2017年3月18日から19日にはドイツのバーデンバーデンで開催された G20 財務相会合に出席した。ポーランドの代表が同会合に加わったのはこれが初めてであった。2017年12月8日、ポーランドの首相に指名され、 その3日後に就任した。就任後初の演説では、変革よりも継続を公約した。2018年1月にワルシャワでレーシストによる事件が起きた際は、ポーランドにレーシストの居場所はない。肌の色を理由とした少女への攻撃は、最大級の非難に値する。すべての人々にとって安全なポーランドを作るため、我々は全力を尽くすと宣言した。 2018年初め、ポーランド議会両院は国家記名委員法改正案を可決した。これによって第二次世界大戦時、数軸国が行ったホロコーストや、その他の戦争犯罪及び人道に対する罪に当時のポーランド人全体が協力していたと主張することは刑事罰の対象となった。また、ポーランド絶滅収容所という表現の使用も禁止された。 そのため、イスラエルとポーランドの外交関係は、急激に悪化した。2月17日のミュンヘン安全保障会議で、モラビエツキは、ドイツ人の加害者だけでなく、ポーランド人の加害者もいたと話すことは、ユダヤ人の加害者がいた、ロシア人の加害者がいた、ウクライナ人の加害者がいたということと同じで、犯罪にはならないだろうと述べた。この発言は、さらなる論議を呼び、 首相ベンヤミン・ネタニアフや大統領ルーベン、リブリンなどのイスラエル首脳から批判された。この対立状態は6月末、両国の首相が共同コミュニケを発し、ホロコーストに関する調査研究の促進で合意する。一方、ポーランド集中収容所という表現の使用を非難することで収束した。2018年3月には、日曜日にほとんど一切の商業活動を禁止する、法律が、 ポーランドで施行された。スーパーマーケットなどの小売店が日曜に休業するのは自由な商業法が導入された1990年代以降初めてであった。同法はモラビエツキの指示のもと、ホートマサヨシが推進した。モラビエツキは他のビシセグラードグループの首脳同様、EU による移民の強制割り当てに反対している。2018年5月には、 割当てを我々に押し付ける EU によって国家試験が根底から揺るがされていると述べた。イギリスの欧州連合離脱問題については2019年1月に BBC に対してますます多くのポーランド人がイギリスから帰国するようになってきているがポーランド経済を勢いづけるためにもこの流れが続くことを望んでいると述べた。イボナ・モラビエツカ・プジンとの間に4個がいる。 親戚のうち、おばの二人は、ユダヤ人男性と結婚し、ユダヤ教に改修した。おばの一人はホロコーストを生き延びたが、その手助けをした人物は後に諸国民の中の正義の人に認定された。ありがとうございます。